はい、では補助券400枚パラディン復刻福引きやっていきたいと思います。まあ、硫黄属性特技が乗るので、まあ、こちらが出ても嬉しいですし、まあ、ドラゴンシールドとか出てくれれば嬉しいと思います。これはなんとか虹が出てくれればいいんですけれども、戦闘が変わってくれましたね。ドラゴンシールド狙いの一つが出てくれたので良かったですね。まあ、ブレスの耐性メラーがあるので使う時が来ると思います。では続いてやっていきたいと思います。まあ、ドラゴンシールドはまだ出てくれてもいいんですけれども、これはちょっと厳しそうですかね。1個出てくれましたね。結構やっぱり歩いてても福引券、まあ補助券10枚もらえたりするので、で1日20枚もらえて、あとログインというか3時にまた10枚もらえてるんですかね。なので結構引くことはできますね。あとマイルで交換したりとか。ではここで何が出るのか。雷神の槍ですね。まあ1周年もなんかこうやっていろいろ福引券無料でもらえると結構楽しめますよね。はい、では続いてやっていきたいと。これも変わってくれるかも。金のところが変わってくれれば。1個出てくれましたね。まあ10連で1個出てくれればかなり嬉しいですね。これで何かピックアップとか来てくれれば嬉しいんですけれども、夜叉のコンですね。ピックアップの方が確率は高いんですけれども、なかなか出てくれませんね。これは最後はちょっと厳しそうですかね。ダメでしたね。また1周年でもガチャやっていきたいと思うので、よければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。では一連やってきつつ、ご視聴ありがとうございました。